コウ君、ちょっと、いいですか、言いたいことがあって。カメラ向けた方がいい。あ、はい、ちょっと、もう向けていいの？向けて、大丈夫です。別にいいで聞きんの？あ、大丈夫、大丈夫です。もう向けてもらって、はい、はい、言いたいことが、伝えたいことが、伝えたいことがあって、なんかもうここ、あ、違うっす。あの、一緒に、はい、やんの？え、ここすんの？いや、なんか、うん、ここで、まあ、一応プランは終わったじゃないですか、うん、終わった。自分が持ってきたデートプランは、うん、でもやっぱちょっと、うん、本当に好きなんで、ちょっと思い伝えたいな、うん、え、ここすんの？はい、ちょ、いいっすか、ちょっとこの場を借りて。え、全然いいと思う。はい、俺も、もう正直でも、お二人とも絶対俺が好きって分かってるから、また思い伝えだけやなと思って、はい、まあ言ってたよ、なんか、うん、そうです、ね、あとはまあ自分が納得いくまで伝えてみたいな、はいはいはい、そうです、お互い好きっては多分もっと思ってるけど信じてもらえてるかちょっと不安やったみたいな感じで、はい、だから今日で、そうです、今日で、はい、もう伝えたかなって自分の、うん、はい、本気で好きなんだよ、すごい本当に好きなんで、ちょっと行きたいなって覚悟決めました。行きたいわ、やめて。マジか、はい、ちょっと俺、動機すごいわよ。やばいっす、めっちゃ緊張します。オッケー、え、どこで告白する？いや、もう本当に家行く。いや、ここにちょうどなんかいいスポットがあるんで、なんかここに座らせて、はい、行ってきます。マジ？え、もう告白のなんかいろいろもうセリフとかは、まあ、そうですね、やっぱいろいろ考えてます。こいつやばい、こいつやばい。ええもん、そしてええな、ええもんやな。トーナありがとうね、ありがとう、デートプラン1日やってもらって。え、なんか久しぶりになんかデートって感じのデートをしてし、一日プランを考えてくれてるのが嬉しすぎて、なんか一応楽しませようと一から考えてくれたんだろうなと思ったら、めっちゃ嬉しかった。楽しかった、ね、めちゃくちゃ楽しかった。よかった、めっちゃよかった。ならよかった、うん、ありがとう。こちらこそ。で、なんかまあ本当だったらもうあそこで俺のデートプランは終わってたんやけど、うん、ちょっとなんでここに呼び出したかって理由があって、うん、なんかちょっと思い伝えたいなと思って、うん、ジェイちゃんにね、うん、そうだから伝えていいかな。なんか最初さ、うん、まあ入りがオーディションなわけだから、うんうん、まあ、俺もオーディションに行かないとやっぱりジェイちゃんに会える機会もなかったし、うん、で、まあ、こういうチャンスもなかったし、うん、まあ、選んでもらえてさ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかまあ選んでもらって、うん、まあ、そっから動画外とかでさ素の一平ちゃんを知っていく機会があったわけね、うん、で、そう、そのやっぱいつもはやっぱ画面越しにしか見てないから、うん、夜の人笑いの一恵ちゃんとして見てたんだけど、うん、その一恵ちゃんを知ることができて、うん、余計好きは増したっていうか、もうなんて言うのね、なんか、まあ、臭い感じになるけど、うん、なんか本当にこの人と付き合えたらいいな、もう一緒にいたいんだって、うん、素直に思ったんよ。でもやっぱりそのまあいろいろ被ってねタイミングが悪かったから、うん、まあやっぱ一恵ちゃん自身も信じられない部分が多かったんじゃないかなって思って、うんうんうん、まあそれこそやっぱ売名とかもそうだし、うん、なんか一恵ちゃんもやっぱ疑いたくなくても疑っちゃうじゃん、うん、だから俺はこの3ヶ月4ヶ月でまずそこをなくしたいなと思って、うん、本当に信じても欲しいし俺が一恵ちゃんが好きっていうのがね、だからもう本当に信じてもらえるように行動は取ってきたし、で、やっぱ今はもうそう
示せれたかなって行動できたかなってで思えてるからちゃんと好きなんだよって本当にその売名とかそういったなんか近づきたいからとかじゃなくてもう本当にもう好きだよっていうのを伝えれたかなと思ってだから難しいけど、まあ、やっぱ一恵ちゃんがね最初ファンと付き合いたくないっていうのも知ってたし、うん、やっぱファンと付き合うことでのリスクが大きいっていうのも知ってたし、うん、だからこそまあ無理だろうなと思ってたけど、まあ、どうしても好きなんよねやっぱり、うん、そうだから改めて告白させてください好きです僕と付き合ってくださいこれ今答えこれ、うん、なんかさファンの子と付き合うっていうのはなんかそのやっぱ動画上でしか見てないから、はい、その夜の人笑いの一恵が好きなのかあの花木一恵が好きなのか、うん、それは初めは夜の人笑いの一恵が好きだと思う、うん、だから花木一恵の部分を見せた時にもうそんな変わらんけど、うん、そのなんか惹かれるというかなんかえみたいな思われるのが怖くて、うん、ファンとはなしやなと思ってすごいなんていうのほんまに好きっていうのが伝わってきて、まあ、初めはちょっといやいやないでしょって思ってて、はいはいはい、まあその態度を取ってたやんか、うん、そうやね、うん、なしだよっていう感じの態度を取ったけどそれでも諦めてずっとなんていうのを伝えてくれとって、うん、で一応もどんどんリョークに惹かれていって、うん、一応も好きリョークこんなんやったら初めてやしさ。そうなの。初めてやよ。めっちゃ暑いね。見られてるね。恥ずかしい。やろ。よろしくお願いします。トノブ。やるやん。いつやってる。いつ。あれ？わいせつ物陳列剤カップルや。なんで？わいせつ剤カップルや。めっちゃ不明よ。おめでとう。おめでとう。結果どうやったんですか？僕何も聞こえてなかったんですけど結果は付き合いましたうわぁマジかよほらここに新しく一恵の彼氏が本当に誕生しましたおめでとうございます気持ち伝えました伝えたちゃんとありがとうございますえちょっとなぁ一回話せよ前目それではまず僕からはおめでとうございますありがとうございますえ、まさか付き合ってるはいもうついにハイや、はい、あやっぱもうお互い一応気持ちもともとやっぱあったやろなでも最初は不安というかうさいな口お前ねうん最初はなんかまあファンとはなしやったしで坂口健太郎やったかうわっ丸坂口かうんいやしなしやったし、うん、いやまあこんなイケメンなんかそんな他に女おるし、うん、誰にでも言ってんねやろなって思ってたから、うん、はいはいっていう感じやって、うん、まだなんかイケメンが言っとうわって思ってたけど、うん、何ヶ月間もずっと思いを伝えてくださるからあほんまに好きでいてくれてるのかなと思って一応もしていきたいなと思ってでサムネだけ探してトゥなんかえどんな感じだったかちょっと聞きたいかでも本当に俺が今まで思ってたことを伝えたって感じです、うん、あうちはそれでは受け取ってうちはまあこう最初はこう思ってたけどあ一応話もあったんやうざいなお前足組んでそうなそういう感じのこと思っててでも、うんまあ、気づいたら好きになっ
ってて、まあ、いつでも涼子のことが好きだよと。だからでも最初はまあ自分もエンタメな感じだったから、うん、本気で作ろうっていう感じではなかった、うんうんうん、盛り上がればいいなっていう、でファンのことも会えるしみたいな感じだったけど、こんな感じだと思ってなかったから、うん、人生何があるか分からないですねっていうっていう感じの。ほっぺにチューされた。ほっぺやったの。ほっぺにチューされた。あ、口じゃなかったあれ。口じゃなかった。いや、多分角度的には口に見えるかもしれない。ほっぺにチュー。あら、ほっぺやったよ。いや、今、何個にチューしようかな。ね、お前今、付き合って。何個に。いや、一体ちょっとだけ昼食すんの。うん、まずっ。うん、ちょっともう一回、ちゃんとして。お前つけよ、お前注射やって。お前らでもほんまにおめでたい、正直、はい、もうなんか、俺は最初やっぱ不安やったけど、最初言った通り、うん、まあ、りょうくんにやったら任せられるなって、まあ言った通りほんまに任せられると思いましたし、はい、うん、よかった、ほんまに一恵が幸せになるのが俺のほんまの夢やから。じゃあお前が不幸になるのが幸せ。俺はお前の幸せが幸せ。マジマジ。本当に一恵が幸せになってくれて本当に良かったです。はいはい。幸せ。幸せな人。はーい。ほんまに嬉しいから、これからもちょっと末永く、あの、はい、りょうくんもなんか一恵のこと分からんことあったら俺に聞いてくれてもいいです。はい、分かりました。一応4年付き合ってるから、はい、分かることももちろんです。うん、これからも、もうね、同じようにもうまくいくといいですね。はい、ありがとうございます、はい、ちょっと、まあ、ファンの中にはね、ちょっとまだ整理追いつかない方もいると思います、もちろんなんですけども、徐々に理解していってくれたらなと思います。夜の人はね、最初はな、俺ら別れても理解してくれへんかった人多かったやろうけど、今となってはみんな理解して応援してくれてるわけやから、まあそれと一緒で、やっぱ最初なれへんかもしれんけど、この二人のあの活動というか、姿を、付き合ってる姿を見ていって、みんなに徐々に理解してくれたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではお二人に幸あれ。それではお幸せに。取られた、一恵のこと、一恵のこと取られた。え、だって一恵のこと取られた。